花火の数々を皆さんにご覧いただきました。さあ、プログラムをお持ちの方は第2形ということになります。もしよろしければご覧ください。なお本日はツイッターで皆さんのメッセージも受け付けていまして、例えば、門田正夫さんという方、さゆりえ愛してるよ本当よりなーというメッセージをいただいています。さあ、それでは第2形サポーターズ花火スポンサーとメッセージ、これはあらかじめ花火をご購入いただきメッセージを書いていただきました。それを代読し、買っていただいた花火を打ち上げます。まず最初の一塊はスターマインの数々、これは次の皆さんのサポートをいただきました。滝沢レオさん、鎌倉ウェルカムガイド、アトリエバニラ、アトリエバニラ、大船スクエア、株式会社クローネ、山本餃子、辻堂稲穂クリニック、佐々木直子さん、飯塚俊春さん、そして三谷防災の三谷秀明さんの数々によりますサポーターズ花火のオープニングです。それではサポーターズ花火5号玉をあげるお名前、海水浴場いいじゃないさんからいただいたメッセージ、豊島屋さん、海岸の名前をありがとう。小生国際特許事務所が挙げる5号玉です。メッセージはこちら、鎌倉の商標は小生国際特許事務所。代わってアロマアロマが打ち上げる5号玉、アロマオイルならアロマアロマ。歯科クリニックの5号玉です。メッセージ、今年の夏は花火、海、そして歯科検診。モンデシャロン鎌倉店が打ち上げる5号玉、鎌倉のおしゃれはモンデシャロン。たくさんのサポーター花火ありがとうございます。レンタル規模の小袖が打ち上げる5号玉、皆さん本日も浴衣のご利用ありがとう。浦和姉妹からは2発上がります。まず1発目、昔着物をワンピで着てみて。浦和姉妹2つ目の5号玉、着物ドレスを通販やってます。代わってプロバスケットボールの世界から小川会より、
頑張れ横浜ビーコンセアーズ。MTV 寿司フェス14サポーテッドバイリビエラが打ち上げる5号玉、夏だ MTV 寿司フェスへ。H&MK さんが打ち上げる5号玉のメッセージ、アウト。来年は4人で見に来ようね。金原徳之さんがメッセージ付き花火を打ち上げます。ゆかとあつとへ、愛してるよ。鎌倉時相庵が打ち上げる5号玉、しおり妙子、お誕生日おめでとう。ありがとう。だんだん海岸の皆さんも拍手ありがとうございます。秋山修さんの5号玉です。ここに響き、鈴鹿、ずっとずっと愛してる。戸田明人さん、恵里子さんご夫妻でしょうか、5号玉です。結婚15年、約束の花火をあげるよ。高座渋谷面どころ52とチーム52一同さんから、ありがたいことに FM 横浜 DJ 栗原を私たちがずっと応援する確率2割3割5割増し。ありがとうございます。株式会社成功者からは尺玉があります。成功者は本日お集まりいただいた皆さんのご多幸をお祈りいたします。田中治療院が挙げる尺玉です。今年もくーちゃんに花火をプレゼントします。みんなで見ています。くーちゃんも一緒に見てください。3G リゾート太井村が打ち上げる尺玉です。鎌倉由比ヶ浜海岸の憩いの場、 3G リゾート太井村で皆様ぜひ至福のひとときをお過ごしください。鈴木和恵さんが打ち上げる花火です。電動車椅子サッカーを題材にした小説201幻冬舎ルネッサンスから絶賛発売中。金目屋カメちゃんが花火を上げます。金目屋カメちゃん、三浦三崎の市場からお客様へ直接お届けいたします。油の乗ったその